ラサスアテナイの皆さん、ソーカワクラテスです。で、今回からはちょっと新しい企画ということで、語学教師が普段使っているスキルを他の業種、業界の人にも応用していただこうというお話なんですね。で、今日一つテーマを決めまして、それは語彙コントロールというものです。で、語学教師、特に日本語教師というのは、こう学習者が初級、中級、上級と言語を習得していく中で、どの語彙や表現を知っていて、どれを知らないのかっていうのを把握しているんですね。で、もし情報伝達するとしたら、知ってる表現だけで伝えます。100% 伝わりますね。で、新しい表現を増やそうとしたときに、すでに知ってるものを使って、新しいものを足していくと、増やしていくと、そういう作業をします。これを語彙コントロールと言います。で、これを実際にどう応用するかなんですけども、まあ、例えば、仕事をしているときでも、ご家族、お友達と話をするときでも、その相手がどの表現を知ってて、知らないっていうところをはっきりさせるということですね。これ専門用語が分かりやすいと思うんですけども、相手はこれとこれは知ってると。だからすんなり使っていい。で、片やこっちは知らないから使わないでおこうとか、使うんであれば説明を加えてから使うようにすると。そこの線引きをはっきりすると、コミュニケーションが円滑に短い時間で済むかなと思います。で、さらに加えて言うと、実際にそのミスコミュニケーションというか誤解って、同じ一つの単語でも、自分と相手のその語尺というか、その単語の意味ですよね。理解の仕方が違うためにそこがずれることって結構あると思います。なので、母語話者同士の会話であって、まあ、例えばどうしましょうか。レベルという言葉にしましょうか。はい。で、レベルという言葉も、相手の理解とか文脈によって、まあ、例えば、生活水準って意味で使ってたりとか、学歴って意味で使ってたりとか、あとは、仕事に対する意識の高さみたいなもので使ってたりとか、まあ、いろんな解釈ができますよね。で、そこがずれてると誤解になってしまいます。だから、例えば最初相手が、まあ、レベルと言った時に、あ、この文脈でこの意味で使ってるっていうふうに捉えたら、次にこちらが同じ言葉を使う時に、同じ文脈で合わせると、そういうスキルも一つあるかなと思います。では、少しでもお役に立ちましたでしょうか。こういう形で一回に一つテーマを決めてお役立ちできるお話をしていこうと思います。では、今日はこの辺で失礼します。アディオ。